父と子と聖霊の御名によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの御子はエヌヌシアからの御子です。祈念されたシスターマリア・グレティ・スビアトン様の霊光のためにこのミサを捧げます。ミサ、インテンシミサンとハリイニdari Indonesia untuk Suster Maria Goretti Subiatun, misionaris Klaris dari Sakramen Kudus yang meninggal di Indonesia. Kita berdoa untuk arwahnya, diberikan istirahat kekal bersama Bapa dan para kudusnya di surga. Minasang watastachi no tsumi o omoi, kansya no saigi o iwa omae ni, kokoro aratamemashou.全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、憐れみたまえ。キリスト、憐れみたまえ。主よ、憐れみたまえ。祈りますよ。救いの源である神よ、あなたを信じて従う者を、聖徳の輝きで高めてください。今日、記念する聖フィリッポ・ネリの心を燃やした同じ聖霊の火が私たちの中に燃え上がりますように、聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き、支配しておられる恩子私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、シラシオ。万物の神である主よ、私たちを憐れんでください。すべての異邦人にあなたへの恐れを抱かせてください。主よ、私たちが悟ったようにあなたの他に神はおられないことを彼らにも悟らせてください。印を新たにし、不思議な技を繰り返してヤコブのすべての部族を集め、昔のように彼らに遺産をお与えください。主よ、憐れんでください。皆によって呼ばれる民、あなたの長子とされたイスラエルを、慈しみを示してください。あなたの聖女がある町に、あなたが安息の場所とされたエルサレムに、どうかシオンをあなたへの賛美の歌で満たしてください。また神殿をあなたの栄光で満たしてください。初めに創造された民にあなたの約束を果たし、皆によって語られた予言を成就してください。あなたを待ち望む人々にふさわしい報いを与え、預言者たちの正しいことを立証してください。主よ、御民に対する慈しみによってしもべらの祈りを聞き入れてください。そうすればあなたが永遠の神、主であることを地上のすべての人は認めるようになるでしょう。神の言葉。
その頼みによって
叶えられない、多分二人ともがっかりしています。このユー様の偉い人、その十二人の中で競争されている、競争しているという雰囲気は今日の福音書を表されています。ユー様に従う人々、特に十二人の人たちは、ユー様が一緒に共にいるうちにいろいろ学んで、ユー様の将来のことも柔軟また死を歩まないといけないということは、弟子たちはその時あまりわからなかった。ユー様に従うことはとても難しい道を選ばれて、この十二人もユー様がよくお祈りして、そして選んだわけです。社会地位、そして教会地位、いろんな人が、そのランキング、ポジションがあって、いろんな役割、役目が教会の中であるけれども、上の人が自分で司教になりたいとか、また、枢機卿とか、教皇様とか、その人々は、教会の奉仕者として自分はできない。ただその任命され選ばれたことは、その人々は障害ない、ただ受け入れるだけです。もちろんそのほとんどの実際ほとんどの人が上のところに行きたくないけれども、ある人は偉い人になりたい、この司教になりたいという人ももちろんいるわけです。そのメッセージユー様の謙遜研究者は、使えられるためではなく、使えるためにユー様が来られたことは、弟子たちは分かってもらいたい。でも人間としてそのいろんな意欲があって、二人の弟子ヨハネとヤコブは、今回は私たちも一人一人この一番偉い人になることではなくて、奉仕することがユー様が強調されています。その同時に、今日の聖フィリポ・ネリという司祭はイタリアで生まれたところはフィレンツェ、その後司祭になって貧しい人のためによくいろいろその団体を作って、オラトリオということもオラトリオ会になりました。そのところはいろんな宗教の講話とか宗教のその歌とか集まるところはオラトリオということも出てきました。このフィリポ・ネリ聖人として、私たちにとって貧しい人のために、また困っている人のために、この精神的なことを特徴として、教会の一つのカリスマ、一つの聖人の考え、また神様のいただいたカリスマはずっと続いています。そのオラトリオ会、また人々は奉仕することができますように。特に今の時代はいろんな人困っている、教会はどういうふうに助けることができるのか、それ一つの使命になります。今日のミサでそういった願い、また祈り、シスター、コーシスターマリア・グレティ・スビアトン・ミシュナリス・クラリス・エヌニシアに起点されたこのシスターの霊魂も永遠の命が与えられますように、このミサを一緒に捧げたいと思います。アーメン。
神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。全能の神よ、賛美の生贄を捧げて祈ります。聖フィリポネリの模範に倣って、私たちがいつも喜びにあふれ、人々に奉仕することができますように、私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、主キリストによっていつもあなたを称え、心から感謝を捧げます。あなたは聖フィリポネリの信仰の模範によって私たちを励まし、その教えを通して導き、取り次ぎによって神の民を守られます。あなたを称える天使と聖人の歌に声を合わせ、私たちも終わりなく、感謝の賛歌を歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ。天の糸高き心にふさんな。おもべきかな、主の名によりてきたるもの。天の糸高き心にふさんな。まことに尊く、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、終わって弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、価値をたたえよ、主が来られるまで、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイダマンユとパウロ・サカエトシヒロ、すべての清い騎士をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになったシスターマリア・グレティ・スビアトンを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての獅子屋を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。
なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、シヨセフとしと、すべての時代の聖人、聖フィリポネリと共に、永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きますよ。
祈りましょう。慈しみ深い神よ、主の食卓で養われた私たちが聖フィリポなりに習い、いつも永遠の命の糧を求めることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。 Dengan perantara Bunda Maria kita berdoa untuk istirahat kekal bagi Suster Maria Goretti Subiaton, Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus di Indonesia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti misa secara online dari Gereja Kapel Mukonoso di Keuskupan Agung Osaka di Jepang ini. Tuhan memberkati. Minasang itori tori ekonomi sanito moni inote kunasate kokuru yori arigato gozaimasu. Shiwa minasang to tomoni zenno no kami sito koto sere no sukufuku ga minasang no ue ni yutaka ni arimasu yoni. Kansya no sagyo owarimasu yukimasu yo shi no hewa no utsu ni. Kami ni kansya.